リンよ、あなたはなぜ作り出すことをやめないのか。カリンよ、それは私が求め続けるゆえ、それは私がオタクたるゆえ、願わくば世界に美しき芸術を与えたまえ。なんて、できたできた。カリン、もしかして前から描いてたイラストが完成したの？そうなんだよ。いや、もしかして私って天才？あとはこれに仕上げをすればエモエモなイラストがこの世にまた一つ誕生しちゃうよ。すごいね。あ、でも今日はもう遅いから、残りは明日にしたら？あ、本当だ、そうしようかな。仕上げが終わったらリアン君にも見せてあげるね。せーの、ハローハロー、カリンです。やんだよ。で、どうしたのカリン？リアン君、うちには絵の才能がないんや。泣かないでよ。あと、なんで急に関西弁？もしかして昨日のイラストの話？あんなに自信満々だったじゃない。あの時の私は深夜テンションだったから、なんか一晩明けたらどこもかしこも変に思えてきちゃって。なるほどね、海の苦しみってやつか。私も二人みたいに美しき芸術を世界に刻みたいよ。元気出して。それこそ樹先輩や美香くんたちも似た苦しみの中で頑張ってるのかもしれないよ。え、バルキリーと一緒？急にちょっと元気出てきたね。それじゃあ、そんなカリンのためにも今日は織なす芸術のミュージアム、バルキリーの歴史を振り返ってみよう。あーん、カカリアンズ。ラビツ編の時にもちょっと紹介したんだけど、バルキリーはもともと今の樹先輩、美香くんの他に現ラビッツのニト先輩も含めた3人組のユニットだったんだ。昔の夢の先学院では帝王って呼ばれてて、完璧な芸術って感じでほぼ最強だった彼らなんだけど、追憶マリオネットの糸の先のステージでは天正院先輩たちの策略もあって、少しずつ歪み始めていた完璧さが裏目に出ちゃうの。うわ、その事件をきっかけにバルキュリーは失脚しちゃうんだよね。華やかな時代ばっかりじゃなかったんだ。辛い、辛すぎる。何回読み返してもないはずの心臓がギューってなっちゃう。樹先輩が心に傷を負っちゃってから、バルキュリーは一旦表舞台から姿を消すことになったんです。それから1年くらいの間は地下ライブハウスで細々とライブしたりとか、ミカ君が仕事を探したり、衣装作りや校内アルバイトで活動資金を貯めたりしていることが多かったみたいだね。トリックスターの革命の陰でひっそりと力を貯め続けてきたバルキュリー。そんな彼らのエネルギーがとうとうグワーってなってバーンと爆発する名イベントこそ、演舞天の川にかける思い。いや、それじゃあ何のことかわからないから、お話としては、ここまで本調子を取り戻せなくなって表だった活動を控えてきた樹先輩たちを天正院先輩が挑発するような形で七夕祭の舞台に引っ張り出すんだよね。そう。そしてかつての帝王バルキュリーがついに踏みにじられたプライドを取り戻すべく本領を発揮して華麗な完全復活。ライブ中の掛け合いも片っ端からスクショ待ったなしの名ゼリフばっかりで、もうとにかくグワーってなってバーン、なんです。結局それに落ち着くんだ。バルキュリーは衣装やステージが華やかでロマンチックだから格式高い印象があるけど、こういうお話を読むとそれだけじゃないってことがわかるよね。そうそう、繊細なだけじゃなくてすごく情熱的な人たちでもあるんだよね。二人のステージや芸術にかける強い気持ちにどこまでもついていきたくなっちゃうこと間違いなしですよ。かかりアンズ。樹先輩が職人気質なこともあって、特に1年の前半は美香くんの方が積極的に仕事を探してたイメージだけど、樹先輩もうつくさ言いながらなんだかんだで見守ってくれてることも多かったよね。ミト先輩の件もそうだったけど、樹先輩は不器用なだけで美香くんのことをすごく大事に思っていろいろ考えてる人だもんね。そうそう、リアクトマジカルハロウィンは樹先輩の卒業に向けて二人の人形使いと人形って関係が変わり始める時期のお話だね。
樹先輩も卒業を意識し始めて、出来損ないの人形って呼んでた美香くんも一人でもやっていけるようにって思ったのかな。人形から一人の人間へ、バルキュリーのテーマの一つだよね。その一方で、そんな大好きな推しさんの気持ちの変化に戸惑う美香くんのリアクションは、スカウト、テディベアとかで詳しく語られてますよ。不器用だけど温かい、二人の家族みたいな絆と、それを見守る周りの人たちの視線にほっこりするお話だったよね。そして季節は巡って冬、後期騎士たちのスターライトフェスティバルでは、バルキュリーのピンチに一時的にニト先輩が戻ってくるんだ。今は別の道を歩んでて、思いがすれ違っちゃうこともあったバルキュリーの2人とニト先輩だけど、お互いのことをすごく尊重してることが伝わって、今度は幸せの涙が。ラビッツ視点からのお話は、カロル、白雪と聖夜のスターライトフェスティバルで読めるから、比較して読んでみるのもいいかも。うん、そしてそしてモーメント、未来へ進む返礼祭。いつき先輩が卒業した後のバルキュリーをめぐって、いつき先輩からミカ君にある試練が出されるんです。何かを作ってみたことがある人は、中盤のいつき先輩のセリフは刺さるんじゃないかな。人形だったミカ君は一人の立派な芸術家になったんだ。ミカ君の覚悟、それを受け取るいつき先輩の穏やかな表情、辛い時期を乗り越えてきたって知ってるからこそ涙腺に来るよね。そうだね、伸びしろたっぷりの素敵な芸術家が2人も揃ったユニットなんだもん。きっとこれからのバルキュリーもますます高みに登っていくこと間違いなしだ。ヒカリア、あなたはなぜ作り出すことをやめないのか。彼よ、それは君が求め続けるゆえ、それが君が人たるゆえ。そうか。何？何に気がついたの？こうしちゃいられない。リアン君、私あの絵ともう一回向き合ってみる。あれ、よかった、いつもの元気を取り戻したんだね。うん、なんだかバルキリーの二人に励まされちゃった気分。私も求め続けるオタクたるゆえ、作り出すことをやめない。そっか、僕も応援してるよ。こんな風に誰かの心を動かせるなんて、やっぱりアイドルってすごいね。それじゃあ今回はこのあたりで、せーの、ご視聴ありがとうございました。またね。バイバイ。